どうも CRS 千葉店ウフコの小脇です。おはようございます。おはようございます。いやー鍋、はい、久しぶりですね。そうですね。ちょっとね、私事なんですけどね、ちょっとね、3週間ぐらい前に俺の百景でサブちゃん見てる方だったら、あ、そうですね、わかると思いますけど、はい、俺の百景でちょっと遠出をしまして。どこまで行かれたんですか？これがね、青森まで行ってきました。え？青森？青森。日本の半分ぐらいそう北上してますね。そうなんですよ。めちゃくちゃ良かったですよ。何キロですか、まず？ね、行って帰ってきて1520キロぐらい走りました。ただね、やっぱりね、一回こう福島で行って、はい、有名な生姜焼き定食食べさせてもらって、で温泉入って、でちょっとマグロを食べたいなというところで思いつくで、そのまま青森走ったんですよ。すごいっすね。はい、福島にご飯食べに行って、はい、温泉入って、ご飯食べて、うん、温泉入って、はい、ご飯食べたいなと思って、はい、もう倍ぐらい走った。そうです。そうなんですよ。すごいっすね。よかったですよ。連休もらったんで、水曜日がうち定休日になるんですけど、はい、木曜日もお休みいただいたんで、はい、もう青森の道の駅で、はい、まあ、車中泊してハイエースをフルに生かした、はい、そうなんですよ、旅ですね。はい、再度僕が定年を迎えてからまた、まあ、ちょっとこう妻とかと百景でまた旅をしたいなと。あ、素敵じゃないですか。そうなんですよ。はい、なってきたら多分もうあれ40年落ちぐらいになるけどな。そうですね、はいはい、まあ、それぐらいまで乗りたいなという気持ちでやっていけたらなと思いますね。はい、はい、ありがとうございました。いやいや、それだけちゃうんだけど。違いますね、うん、本題入ってなかった。本題入ってない。本題がですね、まあ千葉店、はい、展示車今車入れ替えました。で入れ替えたんですけど、こちらなんかこっちも見て、これキャラバンなんですよ。こちらディーゼルの 4WD、 こちらね、もうご制約いただきました。おー、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でもう一台ちょっと僕提案させてもらった車がこれなんですよ。これはですね、はい、特設カラーのライトイエローになります。でこのライトイエローで作らせてもらったのが、こちら 2000cc のガソリン、グレードはスーパー GL になります。もちろん新車になります。で今回こちら作らせてもらったのが、うちのコンプリートのベースとしてはファミリーパッケージっていうコンプリートをベースに作らせてもらいました。で、車高に関してはノーマル車高で、ライトイエローでバンパーは058の白なんですよ。これからこっちがちょっとクリーム色っぽい、うん、そうですね、はい、色してて、こっちが白、そうです、はい、なってます。でそれにこう TRD のバンパープロテクターをつけて、可愛いスタイルですね。そうなんですよ。でもちょっと我慢できずに、はい、バンパー外した時に僕、はい、コンデンサーを黒く塗ってしまいましたね。だからこの後ろが、そうなんです、黒くなってるんですね、はい、ですのでこう見た時にすごいこう顔が締まって見える感じのはなります。そうですね、はい、このラインからこう黒くなってるん で、 で、 で今ちらっと見えましたけど、うん、カメラついてるんで、はい、パノラミックはついてる。はい、ついてます。でクリアランスソナーはなし。そうなんですよ、はい、であと今鍋が言うていただいたように、純正オプションとしては、はい、デジタルインナーミラーもついてないんですよ。パワースライドドアもなしの状態になってます。パワースライドなしなんで小窓が、そうです、ついてます。であとファミリーパッケージをベースにしてますんで、はい、エンジンフードカバーの前後ろもついてる状態になってます。お決まりのタグが向こうですけど、はい、UI さんの、そうです、エンジンルームカバーついてる状態、ね、ナビがパナソニックのナビゲーションがついてる状態になってます。7インチワイドがついてますね、はい、で ETC も、はい、ついてます。ついてます、はい、シートカバー、これあれですね、小牧さんの大好きな、はい、そうなんですよ、これ大好きなやつです、はい、グレースさんのキャメルのシートカバーをつけました。こちらもブラウンに対して縁が緑という選択をしました、はい、これも好きな組み合わせ、ね、大好きです、はい、それに合わせてベッドですね。そうです、ベッドです、はいはい、ちょっとこれマットはそうです、別なんですついてないですけど、はい、はい、これもなんかこうちょこちょこ人気ですよね。出てますね、出てます、はい、僕が大好きなんで。おしゃれベッドですね。おしゃれベッドですね。あ、おしゃれベッドです、はい、はい、なんでほんでこのまま後ろに来てもらって、でこれさっき鍋このベッドやねんけど、これワックさんのエアベッドみたいな、
そうですね、はい、エアマットみたいな感じなんですけど、はい、引かせてもらってで一緒に展示させてもらってるんです。ここで展示してちょうどこれぴったりなんですよ。なんでこれ普通にトランクも閉めてもらったら引けるんで、正直言うとこれ展示させてもらってることでちょこちょこ販売もさせてもらってますよね。そうですね、これなんかどっちかといえば低反発のマットレスみたいな、うん、まあ、質感、この肌触りの質感もいいですし、いいエアベッドと思えないようななんかこのクッションですよね。そうなんですよ、いいですね、いいっす。であとがそうですね、ベッドはちゃんとシェアレスのタグが付いてるっていう形な、こういう感じでなってます ね、はい、ですね、はい、で、はい、今回床のフローリングもさせてもらいました。これまたなんかちょっと可愛い色というか、家のフローリングみたいなカラーですね。今回これを作ったのはなんかこう自然カラーだ、アースカラーというか、なんかこうやって見たらここだけだったら本当家みたいなというか、そうなんですよ、あれですよね、そうなんですよ、はい、いいかなと思います。いいですね、はい、はい、であと鍋ホイールね、すごいめちゃくちゃ気になったんですけど、そうなんですよ、これね、まあ、うちで、はい、大変人気のある EX っていうホイールなんですけど、はい、特設の真っ白オールホワイトですよ、ね、オールホワイトです。通常カラーラインナップにないですし、ないです、めっちゃ綺麗でしょ、はい、いいですね、このそうなんですよ。ちょっとただデメリットとしてはちょっと掃除が大変かな。あ、そうですね。白ホイールなんで、うん、やっぱ汚れもちょっと、そうです。はい、あるんですけど、まあでも、はい、どう取ってもらうのかな、価格で言うたらなる。良くない？おしゃんじゃない？おしゃんですね。ねえ、こうよく人と被らない、そうそうそう、ちょっと違う風にしたいっておっしゃられる方、はい、多いですけど、そうです、まあ、それも叶えてくれてる一台なんじゃないかな。ありがとうございます、はい、でなおかつこうちょっとこうコンデンサーとかこういうところもちょっとこうこだわってる、そうですね、はいはい、感じがまた僕はすごい好きかなっていう。でちょっといいなと思ったのは、うん、あえてこうデジタルインナミラーついてないんで、はい、まあ、必要ない方はそのまんまでもいいですし、はい、つけたいよって方はアルパインさんのものとか、はい、その通り選定してもらえたら、そのデジタルインナーミラーにもできますからね。そう、はい、まあ、でもこう必要ない人にとっては値段を抑えることもできるんで、これはいいですよ、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。まあ、金額としてはもうここに記載されてるんですけど、はい、車両本体価格は334万円で、はいはい、提示させてもらってます。しかも、こちらに関してはもう即納車両という感じで提示させてもらってますんで、はい、もう気になる方はね、それこそね、どしどしそうですね、no. この今ハイエースの車体がないと言われてる世の中で、そうなんですよ、この車は、はい、もし気に入っていただければ、そうです、買えますよという、そうです、もう1台限りになるんでお問い合わせいただけたら嬉しいかなと思いますんで、そうですね、はい、はい、という今回新しい展示車作成させていただいたんで、はい、そちらの車のご紹介という形で、では、はい、気になる方、はい、お問い合わせお待ちしておりますので、はい、お待ちしております、よろしくお願いします、お願いします、ありがとうございます、ありがとうございます。